じゃあおはようございます。今日は私の方から6月補正予算案の概要について発表させていただきたいと思います。皆様方には1枚ものをお配りしておりますので、そちらをご参考にしていただければと思います。まず平成26年度当初予算、まあ、ここから少し特徴をしていきたいと思っております。まあ、平成26年度の当初予算、こちらにつきましては本市高速の全国共通料金導入、そして陸海空の高速交通体系が飛躍的に進化を遂げると、まあ、本県にとっては千載一遇のチャンスということで、まあ、エポックメイクの年と、まあ、このように言われた、まあ、そういう予算を編成をさせていただきました。また国の方としてアベノミクス3本の矢、その効果を地方にまであらゆる業種にと、まあ、しかしその前に消費税増税が立ちはだかると、景気の腰折りをなんとか防ごうということで、まあ、こうした対策といったものも例えば議会の皆さん方にご協力をいただいて、25年度の11月補正予算、そして2月補正予算、さらには平成26年度の当初予算、いわゆる15ヶ月プラスアルファ予算、国の15ヶ月予算を丸々政治とともに即受け入れるとともに、特に消費税の増税対策、まあ、ここに対しての準備を進めていこうということで、15ヶ月プラスアルファ予算4939億円、まあ、積極型として編成をした平成25年度の15ヶ月予算、ここと対比をいたしましても 0.5% の増という形を取らせていただきました。ということで、今行わなければならないことは、まずこれらの予算の早期執行ということになります。まあ、そこでこの6月の補正予算がどうなるのかということになります。まあ、くどいようですが、この4月の消費税増税、これをなんとか景気の腰折れを防ぐ、県民の皆さん方の消費マインドを、ね、落とさないようにということで、まあ、今回農林水産業の分野などでも例えば懸念をされている4月に大筋合意となりました日豪の EPA、 そして交渉が難航している、なかなか先が見通せない首脳会談でもということでの TPP、 まあ、こうしたものの対応であるとか、あるいは昨年の末制定をされた南海トラフ地震対策特別措置法、また国土強靭化基本法、これらが本格的に動きを始めたことを踏まえた、いわゆる南海トラフ、この巨大地震を迎え撃つ防災減災対策の加速化、そしてさらには本市高速全国共通料金制、このスタートをはじめとするこのエポックメイクの年にあたっての広域交流一層の拡大、その基盤づくりなど、まあ、こうしたものに切れ目なく対応していこうと、まあ、そうした意味で柱を3本立てております。まあ、経済雇用対策の推進、安全安心対策の推進、そして宝の島徳島の実現と、総額51億円の予算を編成をさせていただきました。それでは以下主な事業、こちらについて説明をさせていただきたいと思います。まず柱の順ということで、1番目には経済雇用対策の推進の柱ということであります。まあ、今回プレミアム付きの地域商品券、こちらを4月の1日から市町村あるいは商工団体の皆様方と連携協力をしてスタートをさせたところでありまして、4月1日発売をいたしまして、1週間で全体の4分の3が売り切れると、もうほぼ今の段階ではなくなっている。またその換金率についてもすでに6割近くに来ているという形で、一定の県内消費、その底上げに効果を発揮したんではないか、このようにも考えております。まあ、特に総務省の方から平均消費成功というね、可処分所得のうちどのくらいそれを消費に具体的に回したのか、県庁所在地が47、そして政令指定地、これかぶってるところもありますんでね、合わせると52都市その合計ということで毎月統計が出てまいります。で、一番注目されるのは今年の3月と4月でどうなったのか、この対比なんですね。で、3月の段階ではやっぱり駆け込み需要、これがあったということで、全国平均では 107.2 という数字になりました。じゃあ4月どうなったか。これも期待通り大きく下がって 88.4 というですね。まあ、しかしこうした全体的な傾向がある中で、3月と4月を比べて増えたところ、伸びたところ52のうち5つだけあります。
その5つの中に徳島市が入っていて、しかも4月の段階の数値が一番トップは徳島市 134.9 という数字になりました。まあ、こうした点でもこのプレミアム付きの地域商品券、一定の効果とともにいろいろな意味での相乗効果、これも呼び起こしたのではないか、あるいは15ヶ月プラスアルファ予算ということで、まあ、こうしたものに対応していこうということで準備を着々と進めてきた、まあ、県議会でのご質疑など、まあ、多くの点でマスコミの皆さんにも PR をしていただきましたので、まあ、県民の皆さん方にも、あ、こうしたものが出るんだ、じゃあ4月になったらたくさん買おう、まあ、こうした動きも出たんではないのかな、多くの皆さん方の協力をいただいた結果ではないかと思っております。ということで、この効果を一過性に終わらすと少しもったいないなということがありまして、次は当然これに対しての切れ目のない対策を打っていこうということが一番のポイントだと思います。そこでまずは県内の生の声を聞いていこうということで、4月の中旬から出前相談、まあ、こちらを各事業者に対して行わさせていただきました。そしてこの生の声、これではやはり一層の対策を打ってほしいという声が聞こえました。そこでまず第一に、4月からのこの地域商品券、この実施、これを一過性に終わらせない、今申し上げた声でありますが、さらにもう一つ、もう一押しという声がありまして、いわゆる地域内消費、この定着化を図っていこうということで、商工団体が地域において市町村などと連携をして取り組む優れたモデル事業、これに重点的に支援をしたいと考えております。また各企業の皆さん方も、ここまでね、例えば設備投資ずっと我慢してきた、こういった点について攻めの設備投資、これを踏み切るかどうか迷ってるっていう声もね、これも多かったんですね。そこでこの県内の中小企業の皆様方の行きたいという決断ね、これを資金面から後押しをしようと、もう一歩ですね、さっき申し上げたとおりですが、中小企業振興資金、その長期設備資金について融資利率および保証料率、こちらの引き下げを行いますとともに、特に小規模事業者の皆さん方には専門家を派遣をさせていただいて、設備投資にかかる事業計画策定を支援をさせていただければと考えております。まあ、県内経済が円滑にこの好循環の軌道に乗るように促してまいりたいと考えています。加えて県内のコールセンターなどに若年者、また特に女性でありますよね、まあ、期間雇用、これをして働きながら必要な知識やあるいはノウハウ、これを習得をしていただくことによりまして、本県ブロードバンド環境日本一でありますので、こうした基盤を活用する情報通信関連産業における雇用のさらなる確保とともに、地域に十分な専門人材を確保して関連企業の誘致の促進を図りたいと考えております。まあ、次に地域経済好循環実現を図るモデル的取り組みとして5つの事業を挙げさせていただいております。まあ、これにつきましては国の事業を活用することとなりますが、県内の意欲のある事業者の皆さん方が地域資源、これを活用してできれば一過性にこれも終わるものではダメ、ね、その後継続あるいは拡大が期待をされるというのがポイントになるわけでありますが、工夫を凝らして取り組んでいく事業につきまして、総務省の地域経済循環創造事業交付金、これを受けてモデル的に支援することによりまして、国がこの進めている経済の好循環につなげようと、いわゆる競争資金、国の審査があるというものですね。なお今年に入ってからこの交付金事業採択をされたのが全国では68事業あるところでありますが、本県から提案をいたしましたのが、今回計上した県分の事業が5事業、そして市町村分が3事業合わせて徳島分としては8事業あるわけでありまして、まあ、本県だけで全体の実は 11.8%、 これ68分の8という、ね、割合でいくとそうなります。もちろん皆さん方、記者の皆さん、じゃあロットとしてはどうなんだい、金額的にはどうなの、交付金の中で占める割合はとなるかと思いますが、まあ、これは今回の国全体の交付決定額合計が26億300万円と、これに対して本県分については県分、市町村分を合わせて3億4600万円、そのシェアは全体の 13.3、
先ほどの数よりも多い、つまり有料事業が多いということになります。次に農林水産業の競争力強化、6次産業化の推進についてであります。先ほど冒頭でも申し上げましたように、7月の7日、日豪の EPA、 この大筋合意、また4月下旬、日米首脳会談を背景とした TPP 交渉の進展、本県経済に大きな影響が想定をされるグローバル化、その動きを受けまして、5月1日、農林水産省の吉川副大臣、こちらを直接訪問させていただきまして、国が講ずるべき対策についての緊急提言、徳島発の提言ですね、これを行ったところであります。特に EPA や TPP 発行すれば、特に畜産業、これは TPP の概要まだわからないわけですけどね、EPA の中でメインの畜産になっておりました。ということで、これも一つの TPP を見通す一つの解ヒントになるんではないかということで、そうなると特に畜産業への影響が大きいと見込まれますことから、県内の畜産農家の不安を払拭をするとともに、本県の畜産業、その競争力の強化を図ることがまさに急務とされます。そこで農協や畜産関係団体との連携のもとに、県内の畜産農家の皆さん方の経営状況、あるいは EPA や TPP による影響、これをしっかりと想定把握をして、畜産ブランド化に向けました経営転換マニュアルの策定を行う調査事業、これを実施をすることによりまして、今後の施策の展開、あるいは国への政策提言につなげていきたい、また国の動きに先んじまして、なんといっても世界人口の4分の1を占める、そしてなかなか入っていくのが難しいというね、この16億人対象とするイスラム圏での本県の畜産品、その市場開拓、これを進めていこうと。イスラムの食品認証ハラール、これを超えないことには入っていけないということでありまして、このハラールに対応するための体制の整備、また現地でのテストマーケティングに取り組みたいと考えております。また6次産業化の推進にかかるモデル的な取り組みといたしまして、これまで廃棄をされていた規格外の県産の魚介類、この有効活用、そして付加価値の高い魚醤ですね、お醤油ね、この製造および販売に取り組もうとする県内の事業者、特にこの魚醤については東南アジア地域ではなくてはならない、いわゆる調味料になるわけでありまして、県内の事業者に対して農林水産省の交付金、これを活用し、必要な設備、この整備の支援を行いたいと考えております。次に2番目の柱、安全安心対策の推進についてであります。ここでもね、消費税対策がこう出てくるわけなんですけどね、この経済雇用対策と安全安心ともに横断的な項目として、この消費税増税から県民生活を守る切れ目のない対策、これを挙げさせていただいております。消費税増税以降、県民の皆様方もそれぞれ工夫をされまして、家計をしっかりとやりくりをしていただいております。そこで県としては、この地域商品券の発行事業はもとよりでありますが、国の臨時福祉給付金、あるいは子育て世帯臨時特例交付金も市町村の窓口として近く支給が消費税対策として開始をされる見込みとなっているところであります。県民の皆様方のこの消費税増税に対して抱いていたおられる不安、あるいは疑問などにしっかりとお答えをするため、今回の補正予算案にもその対策を盛り込まさせていただきました。以下具体的に申し上げていきたいと思います。まず高齢者の方々をはじめとする県民の皆様方が安心して消費生活を送れるようにということで、この消費税の仕組み、あるいは価格表示のルール、また消費税増税に便乗する、便乗ねですね、便乗した特殊詐欺、あるいは悪質商法、これらを避ける方法などについて学ぶセミナーや講座開催をいたしたいと考えています。また障害者の方々の消費者被害を未然に防止をしようということで、障害者ご自身、あるいは障害者相談員などの関係者の皆さんを対象に、県内各地で消費生活に関するセミナー、こちらを開催をしたいと考えています。また子育て中の勤労者世帯の経済的な負担軽減をするために、
勤労者支援資金の教育資金につきましても貸付対象の拡大など制度の拡充を行いたいと考えております。次に南海トラフ巨大地震を迎え撃つ戦略的な防災減災対策であります。本県から国に対し繰り返し政策提言を行わさせていただきました結果、まず昨年の11月には南海トラフ地震対策の特別措置法が、これによってこの対象エリアとなったところの国の補助金のかさ上げ2分の1から3分の2へなど、また12月には国土強靭化基本法、これによってね老朽化した公共財、この対策が行われ、相次いで成立をしたところであります。26年3月にはそして本県が全国で初めて津波災害警戒区域、いわゆるイエローゾーン指定を行ったところでもありました。こうした対策について着々と進めております。そうした意味でも平成26年度につきましては、この事前防災減災対策をしっかりと進める大変重要な年となります。そうした中で新たな基軸を打ち出しております。特にこの災害医療という学校ですね、この災害医療の充実を図るために今年度の組織改正におきまして、危機管理部に医療関係の知識を豊富に有する職員集中的に配置をさせていただきました。決してドクターというだけではないわけであります。そこで今回の補正予算案では、まず南海トラフ巨大地震を想定をいたしまして、発災直後いわゆる急性期と呼んでおりますが、その対応だけではなくて被災後の長期にわたる避難所生活に起因をする災害関連死、つまり防げたであろうという死ですよね、その防止や高齢者のケアにもしっかりと対応できるように、災害時と平時つなぎ目なく、つまりシームレスに移行のできる災害医療提供体制、こちらを実現をするために災害医療に関する基本戦略の検討、あるいはモデル地域を選定をいたしまして、ワークショップの開催、また実証、さらには人材の養成、必要な装備の導入に取り組んでいきたい。また国土強靭化基本法、これに基づきまして地方には国土強靭化地域計画の策定が求められるわけでありますが、本県としてはそのまさにモデル地域としてこれを速やかに構築をするとともに、本県の脆弱性をしっかりこの機会に把握をして早期の対策、これを講じれるようにしていきたいと考えています。また命と暮らしのセーフティーネットにつきましては、飲食店メニューその不適正表示、わかめの偽産地偽装などね、いわゆる食品表示に関する不適正な事案が県内外数多く見られ相次ぐ、県といたしましてはこれまでも2月の定例県議会におきまして改正をし、6月1日からスタートとなります徳島県食の安全安心推進条例による立ち入り権限の強化、また徳島食品表示 G 名、従来は8名であったわけでありますが、先般事例交付をさせていただきまして23名にこれを増員をする、また悪質な対策という意味での罰則の強化、また県の権限強化を国に求める徳島発の政策提言、これらを進めてきたところでありまして、今回の補正予算案におきましても特に食品表示に関係をする3つの法律を一元化した食品表示法、こちらが27年の6月までにスタートをする、これに合わせ、先取りといった点もありますが、新たな食品表示制度を創設をするため、その円滑な運用を目指した事前の調査事業として制度の試験運用を行い、効果検証あるいは課題の抽出、これを行うとともに条例改正に伴う食品表示 G 面その権限強化に伴いまして G 面活動の円滑化を図る、的確なそして検査指導、これを可能としていくために過去の検査指導結果をデータベース化をする、そしてその調査に入った現場から検索のできるシステムを構築をするなど効果的な体制に取り組んでいきたいと思います。そして最後、宝の島徳島の実現についてであります。今でもなくこのエポックメイクの年、こういう基盤のさらなる充実を図りたいということであります。
まあ、そこで今回この格差是正が料金面で本質構造がなされてきたということで、これは料金的な面でメリットがあっただけではなくて、ちょうど平成26年度には四国横断自動車道の鳴門ジャンクションから徳島インターチェンジ間、こちらが供用開始になり、その途中の松重のスマートインターチェンジ24時間大型車対応可能ということでね、そこに迎えに行く徳島空港線県道ですか西延市、これの完成による徳島アワドリ空港と高速道路が直結をするということ、また大型の船舶の着岸、これが可能となる沖ノ洲と、まあ沖ノ洲外地区とも呼んでいますがね、耐震バースが完成ということで、まあ、陸海空それぞれの高速交通体系が飛躍的に26年度向上することとなります。しかしこうした点については国全体ね、本州高速に関わるところだけではなくて多くの点で大競争時代が始まってくると言って過言でないわけで、その中でいかに勝ち残っていくのか、勝ち残り作戦、そのためにはこの機会にさらに交流基盤あるいは物流の基盤となる充実が求められるということになります。そこで従来本州高速この対策として昭和45年から関係の受付県市と呼んでおりましたね、本県もその中に入っている徳島県もなんと546億円出資を強いられてきた、まあ、これが今回料金が全国共通化とともに求められるんだということで、大体ここ数年は毎年20億円出資をしてきたんですね。ということでこの20億円の部分ですね、こうしたものを今後に活用してもいいんじゃないだろうかということで、新たに今回徳島県道路整備利用促進基金、発祥大ですかね、これを創設をして出資金相当の20億円こちらを積み立てることといたしました。で今後この基金を財源として有効に活用していこう、じゃあ何に使っていくのかということですが、四国横断自動車道あるいは阿南阿紀自動車道、これらについて国とともに整備を進めていく、もちろん負担もあるわけでありましてね、そして高速道路の利用促進策、これを展開する、つまりハードソフト両面でということですね、まあ、県内全域にわたっての物流の効率化あるいは人の流れということでは観光の交流に利便性の向上、これをしっかりと図ろうということであります。また今年の8月、四国4県では唯一となる北海道札幌の直行便、徳島札幌線が復活をするということで、この絶好のチャンスも逃す必要はないんではないか、特に植木社長さんが来られてマスコミの皆さんの前でも、今回はテストケースでやるんだけど決して JAL としてはこれを季節便で終わらす気はないんだ、その結果以下によって数年化を目指すということも言っていただいている、であれば我々としてもしっかりとこうした JAL さんの方針をバックアップしていこうと、四国唯一の札幌便、この数年化をしっかり目指そうと、そこでタイムリーに実は7月にですね、札幌で全国徳島県人会連合会総会が開かれる、今回はこの全国にある徳島県人会その会長権、これが札幌県人会ですね、ということでその現地で行われるということで、これに合わせて現地で地元連、これ阿波踊りねの皆様方との阿波踊り、こちらを披露するなど効果的な観光キャンペーン、これは北海道の人たち札幌の人たちへの PR ということにもなるわけで、この観光キャンペーンを通じまして、いわゆる札幌と徳島と四国との間が徳島を玄関口として直行便ができるんだよ、こうした点を PR をしようということで、この路線を利用する例えば札幌発のツアーの造成の支援を行っていきたいと考えています。またつい先日6月の1日でありますが、室戸阿南海岸国定公園が記念すべき指定50周年を迎えたところであります。まあ、この機会にあの美しい沿線風景、それを有する南山サンライン、この魅力をさらに高めていこうと、まあ、確かにいろいろな老朽した部分もあるということがありますので、この魅力をさらに高め、県南
地域の活性化につなげていくために地元の町あるいは住民団体の皆様方と連携をいたしまして、展望台のトイレ、こちらのリニューアル、あるいは景観保護活動などを進めていきたいと考えております。まあ、結びとなりますが、こうした一連の取り組み、これもね、今申し上げた点だけでは所詮は絵に描いた餅でありますので、これをしっかりと事業を行っていただく皆様方に理解をしていただくともに行っていく、そして思ってるだけじゃなくてね、やっぱりそれを実行していこうと。最近では創造的実行力もね、徳島だけじゃなくて全国でも人口に感謝に多くの皆さん方がね言っていただけるようになりましたので、まさにその発案元ね、お祈りであります。徳島からこの創造的実行力を発揮をして、この今与えられたチャンス、よく言うのはピンチはチャンス、しかしチャンスはピンチにつながるとも言われますので、チャンスをよりチャンスとしていくためにしっかりとつかみ取って、まあ、こうした意味で次なるステージ、まあ、異次元のステージと言っていいのかどうかですけどね、まあ、そうした対策を講じていきたいと思います。私の方からはよろしくお願いいたします。では質問に入らせていただきます。まず管理者からちょっと伺いますが、盛りだくさんなんですけれども、特に県民に今回の補正予算この部分を知ってほしいというのはどの点でしょうか。そうですね、やはり今回の消費税の増税、これに対して地域商品券がまあだいぶご理解をいただいた。で、多くの声が実は8月30日なんですよね。それ以降どうしてくれるの、またなんか出してくれるんじゃないかとかね、いろんな声があって、先般実は市町村長の皆さんとの対話の会議がありましてね、その時もそうしたご質問が出たところで、まあ、でもこれは最初の段階から商工団体の皆さん方とはね、まあ県はじゃあ8月、自分たちとじゃあ9月以降、ね、自分たちとしてのより工夫をした取り組みしたい、こうした話もその今回のプレミアム付き地域商品券を出すまでの過程、ね、いろいろ話言われていたんですよね。ということで次は今度9月以降はそれぞれの地域の創意工夫、ここにぜひ県民の皆さんは目を向けていただいて、そして地域の商店街などもねしっかりと活用していただいて、そして足を運んでいただいて、いろいろ、いや、これはこうした方がいいんじゃないか、あした方がこれ良かったよとかね、そうした一声運動じゃありませんけどね、声をかけていただくことが地域の商工団体事業者の皆さんにとってはね大変勇気をもらうということがありますので、まあ、ぜひこの我々としてはその中でもいろんな案が出てくると思うんですけど、モデル的なものを特に支援をしようと考えています。しかし多くの団体がやっていただけると思いますので、まあ、ぜひこの県全体で出したものから今度はまず地域の方に目を向ける、各商工団体の取り組みにぜひ目を向けていただいて、そしてこの消費税増税、こうしたものを乗り切っていただく、やはりそこのところが大きいと思います。では各社さん質問をお願いします。よろしいですか。先ほどの地域で買い物、定着促進事業なんですけども、これ、まあ、手上げ方式でやるかと思うんですが、あの予算額1000万円、対象のモデル事業って知事の想定では何でしょうぐらい想定されますか。まあこれはおそらく多く出てくるだろうな、つまり対象となる団体は全部で29、商工会、商工会議所ね、まあ、今回プレミアム付きの地域商品がみんなで協力して出してもらったんですけどね、まあ、29あるわけで、実はもうすでに今回プレミアム付きの地域商品券でもあっという間に完売した団体と、まあ、これは地域の中に商工会議所と商工会が一緒にあるとかね、そういうこの地域的な理由もあってなかなか売れなかったとかいうところもあるんですが、あまり工夫をしなくて販売が遅れる、まあ、そういうところもいろいろありますので、さあどのくらいね、まあ、おそらくそうしたところはリベンジしてくるでしょうしね、でパッと売れたところはもうより次の工夫を考えていると思いますので、まあ、我々としてはぜひ今度は市町村ともしっかりと連携をする、つまり市町村がどうバックアップしてくれるか、ここもしっかりと見ておきたい、またそうしたものを誘導したいと、まあ、今回の時はそうした趣旨がありますので、ね、まあ、地域が一体となってどのくらいやっていただけるか、だから我々としていくつぐらいというよりも本当はね29が全部工夫してやってもらいたい、だから1000万じゃ足りない、あとでまた追加補正というぐらいのねのを期待して、とりあえず、まあ、1000万という形なんですよね。
まあ、そうするとね、おそらくこれをね、例えば1億とか最初ね、仮に出すとね、そんなんで銀まで来ないとか、一切知事もケチやなと、我々の株にと違うから、この知事困らせたろっていうことでね、バッと出てくるんじゃないかな。本当はもうちょっと多くてもいいと思うんですけどね。ちょっとケチだったかなと。はい、昨年度の6月補正予算は10億ぐらいだったと思うんですが、そうですね、今回規模としてはどれくらいですか。はい、で実はまあ昨年も含めて過去10年間の補正っていうと、平成16年度から去年ですか、25年度からね、ここと比べるとこれまでの間に2回、つまり知事選のある時っていうのは当初予算、骨格予算で、政策予算はその次に当選した知事がつけるということで、その時は6月補正なんですね。で、肉付けということで、そこはもう規模が全然違うので、その2回を外しますと、3番目に大きな規模ということになります。まあ、今おっしゃっていただいたのは、確かに大きい方ということですね。すいません、もう一回。はい。重ねてになってしまうんですが、今回の補正予算案に関して国民の皆さんにこんな予算案なんだよっていうふうにお伝えするとしたらどういうふうに、はい、やっぱり先ほどの質問にもありましたけどね、やっぱ今回県民の皆さんも消費税増税、今回の 8% だけでなくて、次にその総理が大体秋頃に 10% をどうするかと、非常に今不安な期間中に置かれてるんですよね。これ事業者の皆さんも同じでありますので、まあ、そこで今回経済雇用対策の推進と安全安心対策の推進と両方にこの消費税の増税対策、これをかぶる形で入れてあるというのはそういったところなんですね。経済対策といったねと県民の皆さんの心理的な不安解消というね、まあ、これが消費マインド、ここに響いてくる部分ですので、まあ、今回そこの両方にアブサルということですから、しっかりとこの消費税増税ね、これを乗り切っていくんだというための対策と、まあ、今回の予算はそうしたものを一番のメインということで、初めてのことなんですけど、経済雇用対策と安全安心対策両方に、まあ再計っていう事業は結構あるんですけどね、今回まとめこれを一気通貫で投資対策させていただきます。他に質問はないでしょうか。よろしいでしょうか。はい、51億円の中で、公共投資に使う四国横断自動車道71億、もう一つは同じく道路に絡むことがあるのですが、やはりこの辺りはここも先ほどおっしゃっていたように経済のこと、安全安心という両面のことを含めてということですね。はい、でここの部分はもう一つですね、結局3本目の柱、宝の島、つまり夢のところですね。つまり将来もちろん四国横断道、阿南肘塚を進めていくというのは物流観光対策経済の、それから南海トラフの巨大地震を迎える命の道ということで、ここの2つかぶるのは当然のことなんですが、やはり今年はエポックメイクの年と言っているように、陸海空の高速交通体系が一変をすると。そうした中では、じゃあさらに一歩踏み込んだ対策という点でね。例えば、今まで毎年20億ずつ出資させられて、ね、まあ、料金対策などにも使われたのかもしれないけど、まあ、非常に建設費が高かった。どちらかと、負の関係で、莫大のお金を投資してたんですね。しかしこれからはそれが求められなくなった、まあ、それをゼロにしちゃって他にそれを使うという手もあるんだけど、でも従来もしこれが続いていたんだったら20億また出資するだけだったんですよね。それを基金として県民の皆さんに見えるようにして、これがこれから使えるよ、もっと言うと他に前だったらもっと使えたのにねと、過去との決別を過去をもう一遍見直して、やっぱり本州高速今回
全国共通料金なんで良かったなっていう、もう一つですね、それはやはり具体的に見ていかないと、実はここは大きいということで、ここはただ単にハードの面だけではなくてソフト対策、こうした点もこの基金として使います。従来は全くそんなもんハードもソフトももう関係なかったんですよね。もう本質拘束できちゃってたんで、だからそうしたところに今度は夢を、でそこで創造的実行力を発揮をしてっていうのは、じゃあこんなことしたらいいんじゃないか、あんなことしたらいいんじゃないかっていうね、まあ、こうした点も今回まずはこれまだ案でありますので、これを6月の定例県議会において県会でもいろいろな形でご提案ご提言をいただいて、そして最終成案にしていく、その使途ですね、使い道、今ハードソフト両面でということは申し上げたところなんです。じゃあどんなふうにこれを使っていくのか、物流だとか、あるいは観光だとか、イメージアップだとか、いや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 、整備促進でどんどん道路を作ろうっていうのとかね、まあ、いろんなニーズがあると思いますけどね、まあ、そのきっかけにしたいと思ってます。ということで3つに変わるということですね。他に質問ないでしょうか。ないようですので、どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いします。